こんにちは、賃貸のおすけです。本日は奈良市三ツ烏にございますビーナツハイツ全室洋室の 3DK アパートのご紹介をさせていただきます。はい、それではダイニングキッチンの方からですね、約7畳ほどのダイニングキッチンとなっておりまして、こちらのあたりでダイニングテーブルを置いていただいて朝食など楽しんでいただけるスペースとしてお使いいただけます。こちらキッチンの方ですね、キッチンの方にはお好みのコンロと調理スペースとシンクの広々としております。上の方にはですね、水切り棚の方と、はい、収納スペースですね、下の方にもシンクがございますので、お鍋やフライパンの方もしっかりと収納していただきます。またキッチンの方のそばにはですね、こちらの換気窓がございますので、こちらを開けていただきましたら非常に換気もしやすく、また明るい、キッチンとしてになっております。またこちらですね、給湯器のリモコンになっておりますので、こちらで調節が可能となっておりますね。で、そしてこちら玄関の方にはシューズボックスが備え付けとなっております。はい、そしてですね、この隣に面したお部屋ですね、こちらの方は洋室6畳ほどの広さになっております。テレビの方も、設置が可能なお部屋となりまして、個別のお部屋としてお使いいただけるようなお部屋になっております。収納スペースの方もですね、こちら半円分のスペースがございますので、こちらで、ご利用いただきます。また戻りましてですね、洗面所になります。洗面所の方にはこちらお手洗いがございます。そして室内洗濯機置き場、また独立洗面台ですね、こちらも幅広く使いやすいかと思います。またその奥にはバスルームですね。はい、鏡やまたちょっとした棚もございますので、シャンプーなどもしっかりと置いていただけます。はい、その奥に面したお部屋で、こちらの方も洋室6畳になっております。ダイニングキッチンとつなげていただければですね、広々としたリビングとしてお使いいただけるようなお部屋になります。このお部屋でテレビを置いていただき、ソファーで、くつろいでいただけるようなスペースとしてお使いいただけます。また、こちらのエアコンもですね、1台備え付けとなっております。はい、こちらの方にも収納スペースでございます。棚の方もついておりますので、使いやすい収納になりますね。次にバルコニーですね。はい、こちらの方ですね、横浜に広く、洗濯物も干しやすいところになるかと思います。周りの方は、ね、住宅街ということで、非常に閑静なところになっております。はい、その隣ですね、こちらの方も洋室6畳となりますね。はい、こちらのお部屋の方には収納もしっかりとございます。お布団などもですね、しっかりと収納していただきますし、また上の方にもですね、寝袋ということで、季節物などをですね、こちらに収納していただいたらと思います。この扉はですね、ダイニングキッチンとつながっておりますので、こちらの扉を閉めていただいたら、個別の部屋としてもお使いいただけるような部屋になっております。はい、まだまだご紹介させていただきたいんですが、詳しいご内容は弊社ホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のおもてなしでは皆様のお部屋探しを全力でサポートさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。